ストリングダイアグラム入門。今回からあの新しいセクションを始めますと。それは特別のプロセスという考え方なんですけれどもあの、基本的にはそのプロセス中心にいろんなものを見ていこう。でそれが、まあ、ストリングダイアグラムのプロセス中心のアプローチなんですけれども、今回はそれをあのオーバービューをしたいというふうに思っています。で、まあ、 前々回、だいぶ前ですけども、量子回路とのダイアグラムを紹介したときに、で、まあ、それは基本的には、あの、ユニタリ行列での表現と対応するっていう話はしました。まあ、ただ、あの、行列を計算して、具体的な展開をしませんでした。で、それは以前も述べたことなんですけれども、 個の,の量子からなる K の状態はヘルベルト空間上では2の N 乗次元のベクトルで表現されます。でこの K の量子状態の変化というのは2の N 乗から2の N 乗への変化ですから2の N 乗 ×2 の N 乗次元の有体行列の作用として記述されます。 もう、まあ、それはそうだと思うかもしれませんが例えば n に10を入れると2の n 乗って大体1000ですねでそのあの2の n 乗る2の n 乗って 1000×1000 1000ですからあの10万個あのその10個 この量子の状態をの変化を記述するユニタリ行列というのは三掛ける三次元のあの行列になります。これはもうエヌイコールデュブでもほとんどあの要素をすべて記述するのは難しいっていうふうになると、はそれはわかると思います。だからべき行列にのべき行列でどんどん複雑になっていくで我々が今目指しているのはあの今実際に グーグルやマイクロソフトその他が構成している量子コンピューターというのは大体 N が大体50個あるいは100個まあそれはすスクと言いますけどあのまだそれぐらいのレベルだけどそれをすべて量子の,の,の行列で記述しようとしたらそれはとんでもない量になるそこがまさに あの量子超越性っていうんでグーグルが証明したことはそれをあの量実際の量子コンピューターは極めて高速に計算できるっていうことを、まあ、逆手に取ったっていうかそういう証明でしたね。でまあただそういうふうにあの量子超越性っていうかそれの手段としては使うことができたとしても実際にあのそのあ N 個の量子からなる 系のゆたり行列を実際にに計算するってのは急速に難しくなりますでスリングダイアグラムのアプローチはそういうアプローチとは違いますえ。ということは量子の状態というのをヒルベット空間をベースにしたその状態のユーり変換での変化でそれを行列で記述するというアプローチは違うんですね。うん、でもそれはですね実はホノルマン自身が あのこれはだいぶ前だったか、まあ彼があの「量子力学の数学的基礎」っていう本を出して直後すぐ後あとですねノイマンがバーコフに宛てた手紙の中であの正直に言えば、まあ、それはあの非道徳的に見えるかもしれないが我私はもはやあのヒルベルト空間には あの信じていないっていななううふうな話をしていますだからあのまあ基本的にはノイマンのそういうヒルベルト空間論に基づく量子論の基礎づけっていうので、まあ、いろんなあの話をしてきたしそれもあの有効なんですけどノイマン自身があのこういう話をしてるているのは中国に値することだというふうに僕は思っています。 で基本的には状態、ヒルベルト空間上で量子の状態を表すというものから、プラス中心に移るというのが基本的なあのス,トリ,ングストリングダイアグラムの,の考え方ですね。で、ヒルベルト空間の状態から出発しない伝統的なというのは、これはまあ基本的にはホのノイマンが定義化したヒルベルト空間論ですね。 で、スリングダイアグラムは状態の変化を表すプロセスから出発して、でそれを図として表示する。出発点が状態ではなくてプロセスなんだというのが、あの、スリングダイアグラムの非常に大きな特徴です。で、それじゃあ、その両親のアプローチで大きな役割を担っていた状態や行列は、スリングダイアグラムではどのように表現されるのか。 今回はまあ状態の話を言います。行列とか観測の話はまた後でゆっくりできたらいいというふうに思います。いずれにしろ、その状態中心からプロセス中心への移行がスティングダイアグラムの非常に大きな狙いだということですねで。そこではその特別なプロセスという考え方をします。これは次回もう少し詳しく見ていこうと思ってますけれども、例えば、あの、 ダイアグラムであの表示される、まあ、プロセス、ボックスで表現されますねで。一般には下からボックスに入った入力と、ボックスから上に出てくる出力。で、こういう形でプロセスを表します。この例だったら3つの入力があって、それが出力として出てくる。で、これがプロセスなん,スなんですけれどもで、特別なプロセスってどういうものかっていうと、一つは、 これは入力を持たずに出力のみを持つプロセスを考える。もう一つは出力を持たずに入力のみを持つプロセスを考える。で、最後に出力も入出力も入力も出力も持たないプロセスを考える。これはあくまでもプロセスなんですね。そういうプロセスを考えることがどういう意味を持つかについては次回もう少し詳しくお話ししたいというふうに思います。